はい、今回はスポーツジムについてお話しします。私最近スポーツジム入ったんですけど、なんせつまらない、まあ、運動しに行くんだからつまらないも何もないんだけど、やっぱなんかこの楽しんでできるスタイルがいいよね。スポーツジムはまあ大体壁もしくはちょっとした外が見えるくらいなもんで、やっぱ楽しみが少ない。で、私運動しながら、ああバーチャルなのがあれば面白いかなって思ったんですけど、まあ、ちょっと調べてみたら、やっぱそういったバーチャルの機械ってあるんですね。で、この海外のマシンなんですけど、世界中を歩くことができる、走ることができる。これは面白い。これ私ぜひやってみたいんですけど、こういったものはやっぱあるんだよね、探せば。こういったランニングで、連動してモニターに移して、本当に自分の歩くスピード、走るスピードに合わせて画面が動く。本当にバーチャルの世界、これは面白い。だからこんな登山もできちゃうんだよね。これはちょっとやってみたいですね。だから運動っていうのは基本的には何も考えずにするんですけど、これだと本当に街並みを見ながら、自然と運動ができている。このスタイルはいいよね。運動しに行くんじゃなくて、世界の街を歩く、走る、それを目的として、体力がついていく。で、こちらも面白いんですけど、レースができるらしいんです。この世界中の人とリンクして、競い合う。これは本当にバーチャル、これぞ究極のバーチャルレースですね。だからオリンピックもこういった感じにしたっていいんじゃないかなって思うぐらいだよね。みんなと一緒に本当に走るんじゃなくて、このバーチャルの世界でみんな走ることはできるんだから、ああこれもありだなって思いました。だからこれからスポーツの仕方も変わってくるような気がします。だからやっぱバーチャルの世界っていうのは結構これから主流になっていくような気がしますね。まあ、コロナだって今落ち着いてきたけど、これからどうなるかは分からない。それで外に出てみんなと一緒に走るっていうのではなくても、こうやって家にいてもジムに行ってもみんなで運動ができる、こういった環境ができれば、皆さん運動不足も解消できるし、ストレス解消にもなる。これはなかなか面白い。バーチャルの世界、スポーツの世界もバーチャルの世界に入っていくかなと思いました。今回はこんな情報でした。